こんにちは、パラパラです。今日はトラムの話をしたいと思います。トラムはヘルシンキの中心地に走ってるバスみたいな電車みたいな乗り物なんですけど、これが結構もうあちこち走ってるのでとても便利でした。で、私はヘルシンキカードっていう博物館とか、あと乗り物乗り放題のチケット持ってたので、それで乗ることができたんですけども、それがなくてもデイチケットっていう交通の乗り放題だけのチケットもあるみたいです。で、あとは1回単位で乗りたい人はモバイルチケットとかあって、もうアプリから買うこともできるらしいんですけど、ただこれスマホの充電切れちゃうと罰金になるそうなので、まあ、そこがちょっと気をつけないと怖いなっていう。で、あと券売機でも買えるんですけども、券売機が全ての停留所にあるわけじゃないのでなかなか見かけなかったです。私はたまたま船に乗って、でその帰りに船の乗り場のところからチケット買ってトラムに乗ることはできたんですけども、街中の普通の停留所にはもうめったにないので、まあ、あと買えるところといったらキオスクとかスーパーとからしいんですけども、まあ、あと電車の地下鉄の駅に券売機があったりもしました。同じ会社なので駅でも買うことはできたんですが、券売機使うときはクレジットカードが使えるのでそれはすごく便利です。結局私フィンランドで現金は一切持たず使わずで過ごすことができました。で、なんか最初に乗ったときに後から来たおじさんが何もピッてやらずに乗ってて、あれこの人大丈夫かな、チケットないのかなって思ってたら、ヘルシンキのトラムってもう何もピッてする必要がなくてただ乗るだけでいいんですね。そこがすごく便利で、荷物の中を探す必要がないという。ただそのチケットの種類によってはピッてやらないといけなくて、例えば私が使ってたヘルシンキカードは一番最初にカードの使い始めの時にピッてやらなきゃいけないとか、あとはなんかプリペイド式の日本でいうスイカみたいなチケットもあるらしいんですけど、そういうのは乗るエリアを選んでピッてやらないといけないらしいです。ただそのプリペイド式はあんまり旅行者にはおすすめじゃないみたいというか、なんかちょっと上級者向けみたいな感じらしいです。で、そんなトラムヘルシンキに行ったら必ず誰しもが使うんじゃないかと思います。それではまた更新します。パラパラでした。